これは由々しき事態ですね。一体どうすればいいにゃ。もう絶望しかないにゃ。おはよう。ってあれ、どうしたの？二人とも真剣な顔で。来てしまいましたか。あなたにはこんな話は聞かせたくなかった。実は今この北条の女主人にかつてない危機が襲ってきているのだにゃ。かつてない危機って、まさか。それでお店が閉まるとか。結婚ってそんなわけないにゃ。ありえないにゃ。天変地異だにゃ。考えただけで恐ろしいにゃ。この世の終わりにゃ。そこまで言わなくても。とにかく今回はそういうことではないんだにゃ。アーニャがお店の中であるものを目撃したそうなのです。目撃？ええ、もしアーニャが見たそれが事実だったとしたら、このお店が戦場に変わるかもしれません。そんなそれって一体。うわぁ！ いたにゃー！今の黒くて素早い影は、まさか名前を口に出すのもおぞましい。見間違いであってほしかった。そうすれば笑い話の一つにでもなったもの。この目で見てしまったからにはもう引き返すことはできません。どうするんだにゃ。奴は地下室へと逃げ込んだようです。おそらくそこが奴の住処。行きましょう。今が戦いの時です。嫌だにゃ。そんなこと言っても仕方ないよ。北条の女主人は私たちで守らなきゃ。武器を、スリッパでも紙の束でも何でもいい。おのおの武器を取りなさい。やっぱ嫌だにゃ。どこにいるんだにゃ。そのやつは。間違いであってほしいにゃ。見てしまったものは仕方ありません。奴は実在するのですから。もしも奴を発見したらすぐ皆に知らせて。ああ、いたよ。奴だよ。行きましょう。平穏と安寧の日々を取り戻すため。奴め、逃げるばかりでなかなか姿を見せませんね。あんなに素早いなんて知らなかった。怖いよ竜。大丈夫、シルは私が守ります。出たにゃ。やつだにゃ。逃がさない。ここで仕留める。ええ、奴を討伐しました。これでこの店にも平和が戻ってくるでしょう。いやー、よかったにゃー。じゃあやっつけた奴の始末はよろしくだにゃ。それは私が？ここは公平にくじなどで決めるべきでは。よかったね、本当に。早く退治できて安心しちゃった。いや、行かないでください。一度話し合いの場を待ちなさい。でもなんで急に奴が現れたのかな。今までネズミだって現れなかったのに。そっちはミャーたちがいるからだにゃ。めてくれてもいいんだにゃ。そうだったんだ。なら同じようにやつもなんとかならないの？あ、できることとできないことがあるにゃ。とにかく今回は一件落着でいいではないですか。早くに奴を見つけられたのが何よりの幸い。今の音、聞き違いじゃないよね。確かに聞こえたにゃ。嘘だにゃ、そんなはずないにゃ。確かにあの奴の息の根は止めたはずなのに、なぜだ。もしかしてすでに奴は増殖してるの？お店をやめるにゃー。今までお世話になりましただにゃー。待ってまだアーニャ、決断が早すぎだってば。こうなったら根こそぎ倒すしかないのか。そうだよ竜、私たちが戦わなかったら誰がこのお店を守るの？いいでしょう、北条の女主人、店員一同で相手になりましょう。うん、私たちのお店で好き勝手なんてさせない。にゃーはもう関係ないにゃ。お店を辞めたただのフリーターだ。巻き込まないでくれにゃー。やつめ、一体何匹いるのですか？もしかしたらここってうちのお店の地下だけじゃなく他の地下ともつながってるんじゃないかな。じゃあ他からやってきたってことにゃ。許せんにゃ、損害賠償を要求するにゃ。犯人探しなんてできっこないよ。それに今はうちの地下を根城にしてるみたいだし、私たちが頑張れば食い止められるんだから。こんな時ですが、やはりあなたはさすがだ。いつだってその目は希望を見ている。私はあなたのそういう部分が。何でもいいから早くするにゃ。にゃんはもう1秒だってここにいるのは嫌にゃ。初めて聞いたよ、アーニャのその叫び。そんなんどうでもいいにゃ。でかいのがいたにゃ。巨大やつの襲来だにゃ。今のやつの大きさ、化け物のようだった。その存在感はまるでオークのような。もう帰るにゃー。白旗にゃ、鉱山にゃ、店なんて明け渡してしまえばいいんだにゃ。そんなわけにいかないわよ。今まで隠れていただけのやつが活発に動き出している。これはきっとやつはミャアたちを敵として認識したんだにゃ。襲いかかってくるつもりだにゃ。みんなでごめんなさいするにゃ。そして店を明け渡すにゃ。皆さんにあげますだにゃ。アーニャは戦意喪失するのが早すぎだよ。そんな簡単にお店をあげちゃダメ。怯える必要はありません。たとえアーニャの言う通り奴が我々を敵と認識したのだとしても、所詮はただの虫。奴らにできることなどたかが知れて。竜、大丈夫？まさか空を飛ぶとは。情けない声を出してしまいました。何でも平気かと思ってた。私は強くなどありません。実はさっきから膝が震えて空を飛ぶだけでなぜあんなにおぞましく感じるのか。いけない。このまま繊維を折られてしまっては。しっかりして竜、ここで弱気になったら奴らの思うツボだよ。ほにゃにゃ、奴が襲ってきたにゃー。負けるものか。もう本当にあれはただの虫なの？意志があって動いてるようにしか思えないよ。たかが虫だと舐めていたからだにゃ。奴らだって生きているんだにゃ。だからさっさと店を明け渡しておけばよかったんだにゃ。足が震える。怯えるな。ダメだ。心を折られては。あれはどうしたの、竜？あの奥を見てください。ひときわ巨大な奴が。ああ、何あの大きさ。ひょっとしてあれが奴の親玉？奴を倒しさえすれば。しまった。反対側から。空を飛ぶ奴に怯えて転倒してしまうとは。膝をすりむいてしまいました。一旦お店に戻って治療を。それはいけません。せっかく親玉の姿を見つけたのに。まさかこんなに手こずるなんて。申し訳ない。私が足を引っ張ってしまった。竜は悪くないよ。みんなすごく頑張ってくれた。だけどやっぱり3人とも女の子なんだもん。私たちだけで倒せるなんて思い上がりだったのかな。もう諦めるしかないのかな。すいません。扉から光が。お店はやってますか？勇者様。はい。突然すみません、勇者様。私たちのために奴を討伐していただけませんか？はい。つまりお店の地下に黒い虫が出ちゃって。奴です。はい、奴ですね。その奴を僕に退治してもらいたいってことですね。そうなんです。ごめんなさい。さっきはいきなり勇者様なんて言っちゃって。びっくりしましたよ。意味が全くわからなかったので。でも私たちには本当に勇者様に見えたんです。勇者様が私たちを助けに来てくれたんだって。五光が差していたにゃ。今まで見た白髪頭の中でも一番かっこよく見えたにゃ。なんて言ったらいいやら。ただ虫ですか。どうかしたんですか？いや、僕もそんなに虫は得意じゃないんですよね。勇者様なんですから。いや、勇者様じゃないです。正直そのノリついていけてないです。じゃあとりあえず見に行ってみますか。お願いします、勇者様。だから勇者様じゃないですってば。うわ、確かにこれはいる感じがしますね。気をつけてください、クラネルさん。奴らは生きています。まあそうだと思います。意志を持ってニャーたちを襲ってくるにゃ。ああ、思い出しただけでも尻尾が震えるにゃ。本当に虫なんですよね。モンスターじゃないですよね。あ、ベルさん、あそこ。ひゃーひゃー。大きい、怖い。どうしよう、どうしよう。行くしかないか。こんな。頼りない勇者様だにゃ。もうどんだけいるんですか。奴らにはボスがいるんです。さっきここら辺で見かけたんだけど。ほら、あそこに。あー、でかい。無理、僕には無理です。そんな弱音を吐いてはダメです。さあ戦ってください、勇者様。シルさん、そんなこと言いながら背中をグイグイ押さないで。もうやるしかないのかな。倒しましたよ、なんとか。さすがベルさん、やっぱり男の人はこういう時頼りになりますね。そうですか。やっぱりたまには男らしいとこを見せないとですしね。ニャーには乙女のような悲鳴を上げてたように見えたがにゃー。じゃあお店に戻りましょう。みんなちゃんと手を洗って。倒したはずのボスが動いた。まさかまだ生きているのですか。なんという生命力。もう一回生きたにゃ、勇者少年。無理です。僕はもう無理。何やってんだあんたら。仕込みが全然終わってないじゃないか。宮母さん、まさかあの奴を一撃で踏み潰してしまうなんて。真の勇者様。何わけわかんないこと言ってんだい。さっさと仕事しな。はい。すぐ油を売って。なんだい、まだ虫が嫌がんのかい。あたしの店の地下でいい度胸だね。全部ぶっ潰してやるよ。今、声にならない何者かの悲鳴が聞こえた気がするにゃ。何言ってるの？それにしてもこんなことになるなんてね。やっぱり日頃から清潔にしておくのが大切だね。水回りとかは特に気をつけないと。それじゃあ今日はダンジョンには行かれないんですか？そうなんです。リリたちに予定ができちゃったみたいで、残念だけど仕方ないなって。だから今日は一日街でブラブラしようかなって思ってるんです。なるほど、街でブラブラですか。私は今日もずっとお仕事なのに。そんなこと言わないでくださいよ。ごめんなさい。ちょっと意地悪を言いたくなっちゃいました。でも、たまにはゆっくり休む日も必要だと思いますよ。ベルさんはいつも頑張りすぎです。怒らないでくださいよ。じゃあ、僕はそろそろ。はい。一日楽しんでくださいね。いいなあ。お休みか。私もお仕事がなければな。白髪頭は行っちゃったのかにゃ？行かせてよかったのかにゃ？どうして？いや、お弁当がまだあったから渡さなくていいのかにゃと。忘れてた。待って、ベルさん。サボりだにゃ。シール、仕事はどうすんだにゃ。どこ行っちゃったんだろう。もう結構時間経っちゃったな。今日はもう渡すの諦めようかな。おや、こんなところで何をしているのですか？リュウ、買い出しの帰り。実はちょっとね、ベルさんを探してるの。クラネルさんなら先ほど見かけましたよ。確か地下水路に入っていきました。地下水路？なんでそんな場所に？まあいいか。ありがとう、リュウ。ちょっと行ってみるね。いえ、仕事は？暗いな。一人で来るんじゃなかったかな。本当にこんな場所にベルさんがいるのかな。でもとりあえず進むしか。モンスター？誰かいるんですか？ベルさん。シルさん、なんでこんな場所に？とりあえず安全な場所まで行きましょう。ついてきてください。とりあえず一安心ですね。それでシルさん、どうしてこんな場所に？怖かった。シルさん。ベルさん、私怖かったです。ちょっとくっついちゃダメです。その離れて。ベルさんが来てくれて助かりました。私、すっごく嬉しかったんですよ。わかりましたから、こんなに嬉しかったのはいつ以来でしょう。多分、昨日お客さんから美味しいお酒をもらって以来。最近じゃないですか。というか、話が変わってますし。とにかく、離れてください。いい機会と思って、ちょっと調子に乗ってみました。いい機会って何ですか、もう。でも、本当に助けてくれてありがとうございます。それで、これからどうしましょう？僕に聞かれましても。じゃあ、僕へのお弁当を渡すためにこんなところまで。結果的にそうなっちゃいましたね。結果的って何ですか？だって、すぐ見つかると思ったんです。なのになかなか見つからなくて、気づいたらここに。ここはモンスターも出るんですよ。危ないとか思わなかったんですか？それは思いませんでした。え？なんで？もし危なくなったら絶対ベルさんが助けに来てくれると思ってたので。いやそんなとびきりの笑顔で言われても。あれ、顔赤くないですか？ひょっとして照れてますか？からかわないでください。とにかくここが危ない場所であることは事実ですから、僕から離れないようにしてくださいね。はい。こうやってピターっと。ダメです。くっつきすぎるのは。こんな暗い場所でおかしいでしょ。暗い場所だからいいのにな。今なんて。いえ、何も。とにかくちゃんと僕の後をついてきてくださいね。はぐれちゃダメですよ。はーい。迷子にならないよう頼もしいベルさんの後をしっかりついていきまーす。緊張感ないな。それにしてもあれですね、ベルさん。何ですか？暗がりで男女2人でこうして歩いてるとデートみたいですね。どこがです。こんな不気味な地下水路で。こういう一風変わったデートも好きですよ。一風変わりすぎです。あ、モンスター。あや くっつかないでください。それにあれはモンスターじゃなくてただのカエルです。見ればわかるじゃないですか。お、本当だ、カエルだったんですね。そういえばベルさん、カエルって意外と美味しいんですよね。何の話ですか？カエルの味なんか知らないですよ。え？でもこの間のお弁当美味しかったって言ってましたよね。僕のお弁当に何入れたんです？あ、モンスター！だからもういいですってば。いや、今度は本当に。あ、早く言ってくださいよ。なんだか疲れる、普段のダンジョン探索より。あ、そういえばベルさんはなんでこんな場所にいるんです？今日はダンジョン探索には行かずに街をブラブラするって言ってたのに。ああ、それは探し物らしいです。探し物？探し物ってこんな地下水路に何があるんですか？いや、正確には僕の探し物じゃないんですよ。探し物を頼まれたというか。頼まれた？はい、シルさんと別れた後に偶然街中である人と出会って。落ち着いて話せる感じじゃないな。ちょっと移動しましょう。はい、わかりました。キリがないな、モンスターばっかり。どこにこんなにいるんだろう。なんですか、そんなじっと見て。いえ、ベルさんってやっぱり冒険者さんなんだなと思って。あ、そうですけど、急にどうしたんですか？だってこうやって戦ってるベルさんの姿って私はそんなに見る機会がないですから。今回こうやって戦うベルさんを近くで見られて、なんていうかびっくりしちゃいました。なんですかそれ。まるで僕が男らしいのが意外みたいに。ちょっと意外でしたよ。だって可愛い弟みたいな気持ちもありましたから。でも剣を持って戦う姿は、立派な男の子でしたよ。なんか褒められてるのかどうなのか分かりづらいな。褒めてるんですけどね、わかりづらいですか？それで、さっきの話の続きですけど、探し物を頼まれたってどういうことなんですか？ああ、そうなんですよ。実はアイズさんにばったり会って、ロキ様がこの地下水路に落とし物をしたらしくて。素晴らしい！なんでしょう、今の大きな声。どこかで聞いたような気がする声でしたけど。で、うわっ！モンスターが集まってきてる！モンスターが急に暴れ出した。さっきの大声に反応したんでしょうか。誰だかわからないですけど、旗迷惑な人ですね。本当ですね。これだけいると厄介だな。とりあえず僕が全部相手をします。シルさん、僕から離れないでくださいね。はい、離れません。くっつくのはダメです。シールさん、今ふざけないでください。どうにか倒せた。あ、ベルさん、一匹向こうに逃げましたよ。くそ、すばしっこいやつが。誰かいる。シールさん、隠れて。誰だ？出てこい！ベル？アイズさんだったんですか？それと、俺がガネーシャだ！ガネーシャ様？なんでこんなとこに？ロキの落とし物が、この人。どういうことですか？実は昨日ロキと飲んでいたんだが、ガネーシャここに忘れられてしまったのだ。しかしガネーシャはへこたれなかった。モンスターが現れてもずっと隠れ通した。恐ろしかったからな。そして今ここにいる不死身のガネーシャ、そう俺が帰還したガネーシャだ。大声ダメ。ガネーシャ、素直に謝罪するぞ。つまりロキ様の落とし物っていうのは、地下水路に置いてきちゃったガネーシャ様のことで、つまりこれで万事解決ってことですか？うん。ごめんね、変なことに付き合わせちゃって。いえいえ、みんな無事ならよかったです。じゃあ、もう帰りますか。うん、行こう。ガネーシャは今から帰るぞ。待ち望んだ人々よ、ガネーシャを出迎えるがいい。だから、大声は。すまん。ガネーシャ、心から謝るぞ。なんだかな。あれ？解決しちゃったんですか？はい、これで戻れますよ。で、なんでそんな不満そうな顔なんです？だって、もう少し二人きりでもよかったなって。何言ってるんですか？だってなかなかない機会じゃないですか。こんな場所でベルさんと二人きりなんて。はあ、残念だな。帰らなきゃなんだ。せっかく楽しかったのに。楽しかったって？楽しくなかったですか？でもベルさんが守ってくれるから安心でしたし。当たり前じゃないですか。これでも男ですし。かっこいいですよ、ベールさん。からかわないでくださいって。ああ、残念。もうちょっと時間がかかってもよかったんですけど。もうそんなこと言ってないで早く行きましょう。というかシルさん、仕事はいいんですか？今日はもうサボっちゃいます。てへ。またミヤさんに怒られますよ。ちょっとくらい大丈夫ですよ。一日空いたし、この後ご飯でも食べに行きませんか？空いたってサボりでしょ。あ、そうだ。結局お弁当渡してないですね。僕の話聞いてます？せっかくだし、この後2人でどこか天気のいい場所でお弁当にするっていうのはどうですか？時間的にはちょっと遅くなっちゃいましたけどね。まあそれくらいならいいですけど。本当ですか？嬉しい。アイスさんたちを見失っちゃいますよ。ほら行きましょう。はい、それじゃあしっかりベルさんの後をついていきますね。だからくっつくのはなしですって、シルさん。私はこんなところで倒れてなんていられません。早く逃げなくちゃ。あいつが来てしまう。近づいてくる。これで終わりなの？せっかくここまで来たのに。もう少し経ったのに。ああ、最後にもう一度あの人に抱きしめてほしかった。みんな待てー。この声は。今からそこまで行きます。待っていてください。さえずるな化け物め。シル姫の美しい肌に触れるな。食らえ。ふう、ご無事でしたか、シル姫。ベル王子。ああ、ベル王子。夢のようです。もう一度この手であなたを抱きしめられるなんて。私もです、ベル王子。もう二度と会えないと思ってた。でもなぜここが分かったのですか？誰にも分からないように来たのに。あなたのことで僕がわからないことがあると思いますか？あなたのすべてを僕は知っているのですから。まあ、ベル王子ったら。さあシル姫、戻りましょう。お城では皆があなたの帰りを待っています。それは分かっていますが、でも。あっ、まだ生きていたのか、しつこいやつめ。仕方ない、僕の必殺技を食らわせてやる。食らえ、ベルビー。よし、粉々にしてやったぞ。ベル王子、あなたは目から光線が出るのね。そうです。僕は目から光線が出るんです。ああ、素敵。ちょっと待ってくださいね。お、どうかしましたか？いや、もう色々とむちゃくちゃすぎて一旦話を止めないとと思いまして。私が作ったお話を聞いてくれるってベルさんが約束してくれたんじゃないですか。いや、確かにそう言いましたけど、ここまでむちゃくちゃなお話だと思わなかったので。これはそのどういう話なんですか？王国のお姫様と王子様の恋物語ですよ。素敵でしょ？それにしては色々突っ込みたいところがありすぎて、自分で話してておかしいと思いませんか？そんなにおかしいところがあるとは思いませんけど、強いて言うならちょっとわからなかったので想像で叫ばせたんですが。いや、確かにミノタウロスはミノーとは叫ばないですけど、でももっとおかしなところはあるでしょ。まず僕は目から光線は出ません。というか、目から光線が出る人なんていません。じゃあ続きを話すので聞いてくださいね。僕の話も聞いてください。お城に帰りましょう、シル姫。皆があなたの帰りを待っているのですよ。私は帰ることはできません。なぜですか？こんなダンジョンにいてはあなたの身が危ない。それでも私は帰るわけにはいかないんです。なぜなら私は命を狙われているから。なんだって？全ての黒幕は大臣です。あの女はこの国を乗っ取ろうとしているのです。なんだって？あの女は私の父である国王を毒殺したんです。私はその現場をこの目で見たんです。なんだって？次はきっと私の番。私さえいなくなれば王国は全てあの女のものに。でも私が生き延びればあの女の企みはうまくいかない。だから私はこのダンジョンに逃げ込んだんです。このダンジョンを抜ければ別の国へ行ける。そうすればあの女は追っては来れない。事情はわかりました。ですが僕は納得いかない。なぜあなたがそんな思いをしなくちゃいけないんだ？大丈夫です、心配しないで。あなたのことは僕が必ず守ります。ベル王子。シル姫。お楽しみはそこまでだぜ。誰だ？ようやく見つけたぜ。さあお前ら、お姫様をさらっちまえ。そうはさせるか。ちょこまかと逃げやがって、おとなしく捕まりやがれ！くそ、この品のない連中は何なんだ！この品のない連中はおそらく。げえ？へっへっへー。ようやく見つけたで、シル姫。お前を殺して、うちが王国を乗っ取ったるんや。げえ？へっへっへっへー。やはりあなただったのですね、大臣。大臣はロッキ様なんですか？そうですよ。ぴったりかなと思ったんですけど。バレたら怒られますって。相手は神様なのに。心配しすぎですよ、ベルさん。たかがお話じゃないですか。それよりどうですか、ここまで聞いてみて。正直面白くというより、続きが気になって仕方なくなってます。嬉しいですね。じゃあ大臣が来たところの続きから。逃げても無駄やって知る姫、もう王国の人間はみんなうちの味方なんやで。おとなしく殺されてしまえばええんや。げーへっへっへなんて下劣な、あなたの思う通りになんかさせません。それに王国の全員があなたの味方なわけではありませんよ。ここに私のとびっきりの味方がいますから。大臣、あなたの思う通りにはさせないぞ。無駄や、無駄無駄。そんな奴が一人いたとこで何ができるって言うんや。ベル王子を甘く見ない方がいいです。なんたってベル王子は目から光線が出るんですよ。なんやって目から光線が。そうです、目から光線が出るんです。ほら、ほんまや。くっ、それくらいなんや中年、うちには王国の兵士がついとるんや。かかれかかれ、姫をひっ捕らえるんや。なんて強さや。ここまでとは想定外やったで。もうあなたの周りに兵士がいないようですね。年貢の納め時ですよ、大臣。何を泣いてるんです。笑ったやっほー、ベタなツッコミさすな。うちの兵士がもうおらんやて。それはお前らの勘違いや。うちには最終兵器がおるんや。いでよ、ロボロボアイズターン。ウィーンガシャ、ウィーンガシャ。おはようございます大臣様。ロボアイズ、それは一体。古代魔導の力でうちが作り上げた人造人間や。おい、さっき目から光線が出るとか威張っとったが、うちのロボロボアイズさんやってそれくらい出るんやで。そんなバカな。はい、出ます。ほら。本当だ。さあ、うちのロボアイズさんから逃げ切れるか試してみーや。くっ、強い。大丈夫ですかベル王子。すみません、あなたを守るなんて言っておきながら一旦は退けましたが、次に追ってこられたらもう戦えない。もう逃げ場もない。ここまでなのか。諦めちゃダメだ。壁が爆発して穴が。君たちを助けに来たよ。僕の名はじゃがまるくんのせい。神様が助けに来た。そうなんです。もう絶体絶命と思われた2人を助けに、じゃがまるくんのせいが助けに来てくれたんです。そっか、よかったな。ベル王子もシル姫も。本当ですよね。ただじゃがまるくんのせいって何ですか。シル姫が雨の中で震えていたじゃがまるくんを助けたことがあって、その恩返しにやってきた妖精です。雨の中で震えていたじゃがまるくんって何ですか。まあまあ、それよりベンさん。もちろんですよ。シル姫とベル王子はどうなっちゃうんですか。じゃあ続きを話しますね。いよいよ物語も終盤ですよ。こっちだよ。みんなついてきて。本当にありがとう、じゃが丸くんの妖精さん。あなたがいなかったら私たちは今頃どうなっていたか。そんなのやめておくれよ。むしろお礼を言わなきゃなのは僕の方さ。あの寒い雨の日に君が傘を差してくれたこと、ずっと覚えていたんだよ。じゃが丸くんの妖精さん、さあ行こう。ダンジョンの外に出る近道はこっちだよ。途中地底人がいるけど捕まらないようにね。地底人。ぐわーやー。よし、地底人を片付けたから先へ急ごう。雑な扱いでなんかごめん。それでじゃが丸くんの妖精さん、出口まではあとどれくらいなの？もう目と鼻の先さ。追っても来ていないみたいだし、もう安全だと。壁が壊れた。ウィーンガシャ、ウィーンガシャ、知る姫を発見しました。ゲーヘッヘッヘ、逃げられると思うとったんか。もうちょっとだったのに。ここまで来てやられてたまるか。僕は姫を守ると約束したんだ。行くぞロボアイズめ。ウィーンガシャ。今のうちに逃げてください、シル姫。逃がしはしません、ウィーンガシャ。目から出る光線か。足を怪我しちゃった。動けない。ゲーヘッヘッヘ、もうここまでのようやな、汁姫。さあ死んでもらうで。とどめを刺すんや、ロボアイズターン。やめろー。なんでや、ロボアイズタン。なんでうちを刺したいんや。こら、おったまげやで。どういうことなの？あなたは大臣の作った人造人間だったんじゃ。汁姫、いや汁、今こそ本当のことを教えましょう。私はあなたの母親です。ロボアイズは汁姫のお母さんだったんですか？なんでどうして？意外な展開でしょ。意外すぎますよ。それでこの後はどうなるんですか？この後はですね、ドロドロの三角関係が始まるんですよ。誰と誰がよくわからないけど、すっごく気になります。じゃあ話の続きを。ちょっとあんたら、いつまでバカみたいな話してるんだい。そんなのどうでもいいから仕事しな。はい。怒られちゃいました。じゃあ今日はここまでってことで。こんないいところで続きが気になりますよ。私のお話、そんなに楽しそうに聞いてくれるのベルさんだけですよ。だって面白い話だったから。嬉しいな。じゃあ続きはまた今度ですね。